ボールで、あっとこれはマテウス・サビオに引っかかる。マテウス・サビオが裏へのパス、さあ細谷が出た、細谷ゴールキーパーと1対1シュート、どうだ、決まった、柏先制、細谷真央の11ゴール目。このミスですよ、サイドを変えようとしたボールが引っかかって、マテウス・サビオ仕掛けながら、このタイミングもいいですよね。余裕がありますよね、やっぱりゴールキーパーとの駆け引きの中で、ね、キーパーかわすかなという、はい、体を少し開いたんですよね、ステップ踏んで、はい、ディエティアンスに落ち着いてましたよ。このボールも質高いですよね。